耳が痛い飛行機で離陸着陸するときに耳の痛み感じる方いらっしゃると思います。飛行機を降りた後もしばらく違和感が続くから飛行機に乗るのが怖いという方もいらっしゃるんですね。これは耳と鼻をつないでる耳管というところの通り具合が不安定で生じることが多いんです。気圧の急激な変化にうまく対応できないとこういう症状が出るんですね。耳管は鼻の粘膜の続きなので鼻と耳とつないでる管ですから詰まり気味という時には鼻の治療を行います。アレルギー性鼻炎のお薬や去痰剤で症状が改善することがあります。市販のお薬でもある程度の対策にはなるんですが飛行機に乗って旅行の時に心配だなという方は耳鼻科でご相談ください。快適な旅になるようにサポートします。